はい、塗装の続きです。高須さん工房、高須さんです。今ね、またやっぱり原点の映像を、パンツァードラグーンツバイのオープニング映像を見返してみるとですね、やっぱ口の中もあんまり、赤ちゃんの口の中あんまり色なかったですね。同系色でしたでもなんかやっぱり雰囲気感じるんですよね、あれ。あの映像素晴らしいですよね。どうしようかなってまだ考えてますけど、そういう時は一旦違うのを塗るっていうことで、このロゴを塗りましょうか。ピンクで全然違う色を使うっていうので気分転換です。こっちの後にしよう。薄くなっちゃったな。こっちの方がいい。ああ、やっぱこっち赤ダメだ。オレンジっぽくなっちゃう。これってマイズでいいのかな。お、いいですね。いいですね。こんなピンクにしたかった。これもだからこの頂点の部分を薄い色でやりたいですね。あの立体感を出す感じをね、作戦を。ちょっとこれよし、ちょっと乾かそう。で、うわ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 うん。
なんかあんまり何も考えずに今いじってます。そのうち方向性が出てこないかなっていう感じで。ピンク、あ、ちょっとなんかくすんじゃいましたね。まあこれはこれで、さっきでこれでいいか。これで、あ、そうそう、こんな感じ。ちょっとポップな感じが出ればいいかなと。これもなんかちょっと汚しかけようかな、最後に。汚しというか、なんかあのエナメルでなじませる何か。最後に艶消しやるとなんかなんとなく馴染みますよね、全体がね。あ、いい感じかも。緑ついてるなこの筆のこれだな。いよしよし、これはこれで、うん、でこれ溝をちょっとね、もう一発だから深い色を入れるといいかもしれないですね。目もなんかこんな感じですね。もうまだ白がちょっと目立ちますけど、逆にこのグレーの方をもうちょっと一部分を明るくしよう。こんくらいかな。これバサバサだわ。もうちょっといい筆じゃないと。あ、もうちょっと明るくないとダメだわ。もっとだな。うん、いいですね。
勢が悪くなってきちゃった。していきましょう。この瞳のこの穴がより強調されていいような気がしますね。よしよし、うん、それっぽくなりました。もう口もなんかあんまり何もしなくてもいいかもな。グレーでちょっといってみるか。このちょっと乾きましたかね。そうだな、やっぱり なんか欲しいですね。このピンクをいろいろあっちこっちやりながら外野カラーなんですよね。外野カラーのこのピンクをちょっと薄くしてこの溝に流し込んでみましょうか。蛍光ピンクですねこれ。なんかわかんないけど多分、ああついた、あのなんかのタイミングで買いました昔。こんな感じですね。なんかもっと本当は鮮やかな方がいいんでしょうけど、なんかこの、 あの雑然とした環境でやってるといろんな色が混じっちゃってちょっとくすんじゃってますけど、ガイアカラーってラッカーとあの弾くんですかね。なんとなく弾いてるような気がしますけど、勉強不足でちょっとあのエナメルとラッカーの関係みたいに使えるのか知らないんですけど、
できますね。ちょっと雑ですけど、こんな感じですかね。この筆いたんだったら、あ、取れた。あ、なんかカメラが歪んじゃってますね。もうほぼほぼこんな感じですけど、出来上がり。あ、そっか、だからエナメルに行っちゃいますかね。ベロがね、まだ納得いかないんですけど、まあいいや、うん。あ、これあれだな、このちょっとツルツルした紙がですね、全体に塗りましょう。あのエナメルを、よいしょ。溶かして後で拭くためにちょっと入れときます。何色？あ、これちょっと。ちょっと待ってくださいね。うん、茶色でしょ？緑。白も適当にちょっといってみようかな。あとは何だろう、なんか変な色を入れたいな。なんかこんなメタリック、
違うか、まあいっか、この3種類でちょっと。フラットホワイトなんですよ。フラットが分離しちゃってますね。なんか。お、なんか警報が。なんだろう。途中で切るかもしれないですね。これは針ですね。ちょっとなんかちょっと一応切りましょうか一回。